こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は今、まあ、私一押しのオーストラリアアマゾン。まあ、ここはなぜ魅力的なのか、まあ、それについてお話します。まず、去年の12月5日にアマゾンがオーストラリアのマーケットプレイス、えー、物を売るね、えー、サイトを立ち上げました。大成功と。まあ、今まで 世界中いろんな国でアマゾンはサイトをオープンして物を売ってきたわけなんですけど、えーまあ、立ち上げ当時のアメリカはもちろんね後から立ち上げたカナダ、メキシコ、まあ、日本、中国、えー、それらのサイトよりもね圧倒的に、えー、多い売り上げを上げて、まあ、世界最高のスタートを切ったというのがねアマゾンの発表ですでしかもね、えー、その買った人たち2日で ま綺、あ、麗な梱包で届くというね、恐るべき品質の配送サービス、オーストラリアでね、えー、そんなことできたんだというぐらいにね、えー、いい品質の、えー、配達をしてますで。このオーストラリアというのはですね、えー、ライバルが非常に少ない、物が少なくて物価が高いというね、えー、まさに、えー、日本から輸出して転売で儲けようというには理想的な市場です。まあ、それに比べて、 まあ今主力で儲けてるアメリカね。えー、やはり儲かるんですけど、ただね、えー、世界一の巨大市場なんで、ライバルも多いと。それと、アメリカというのはね、えー、実は豊かな国じゃなくて、えー、日本以上に貧困者が多いと。従、まあ、って詐欺被害にも遭いやすい市場となってます。つまり、まあ初心者がね、アメリカで稼ごうとした時には、まあ、ちょっと稼ぎ出すまで時間かかるというのとね、えー、まあ、詐欺というか、 ねえー、理不尽な返品とかクレームなんかがね起こりやすいという市場になってますで次にカナダね、まあ、カナダもね、えー、なかなかいいんですけどえー、まあ巨大市場アメリカに隣接してるんでねえー、まあ市場はそこそこあるとでアメリカと比べればライバルは少ない、まあ、ただねアメリカのインターネット通販では カナダにも対応しているサイトも多いです。まあどういうことかというと、カナダの人がアメリカのインターネットサイトを、えー、使えると。そう考えるとね、まあ、やっぱり、えー、アメリカよりはマシだけど、まあライバル多いと。でも現在、まあ販売をお勧めできるアマゾンのサイトは、えー、これら3つだけ。オーストラリア、アメリカ、カナダです。でに、世界のアマゾン進出国はね、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、 ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、えー、オランダ、えー、スペイン、えー、イギリスというふうになってます。で、これらを見ていくとね、まずメキシコ。まあ、メキシコはね、えー、FBA も利用できて面白そうなんで、まあ、来年となってますから、ごすみません、記事書いたの去年だったんでね、えー、今年詳しく調査予定です。で、次にヨーロッパ。ね、a z o n イギリス、Amazon ドイツ、Amazon フランス、Amazon スペイン、Amazon イタリア、Amazon オランダと。 これはヨーロッパってね、なんか日本人豊かなイメージ持ってますけど、ただ日本人がイメージするよりはるかに市場が小さいです。アマゾンで FBA を使うにはね、BAT、消費税の登録が必要になりますで。しかもね、その手間とお金をかけるメリットは乏しいと。なぜかというと、市場がちっちゃいで。所得が高く消費するお金を持っている人は少ないと。 ね、ヨーロッパ人って豊かな、えー、イメージを持ってる方多いですけど実は、えー、ほとんどの人が安月給 Amazon なんか使わないような超大金持ちは金持ってますけど、えー、ほとんどの人はねあんまお金ないですですけど、まあ、必需品なら売れるとしかし我々小規模な輸出業者は贅沢品や無駄なものが売れる市場じゃないと効率よく稼ぐことが難しいだからあんまりねヨーロッパおすすめじゃないです アマゾン、ブラジル。これね、まだ FBA が始まってないんですけど、FBA が始まれば面白い市場になるかもしれませんね。えただ現状はね、えー、ブラジルの場合、配達トラブルなんかも多いですし、まあ、高いものを売るんだったら、えー、どっちかって言ったら、ブラジルを対象に売るならね、アマゾンより eBay かなという感じです。アマゾン、中国、ねえー。中国というのはね、 えー、アメリカ資本のアマゾンが、えー、入っておいそれとね、えー、うまく仕組みを作れる国じゃないんで、アマゾンも苦戦してます。ね、FBA が始まらないとね、輸送の問題が多すぎるんで、えー、中国はまだ、うんえー、ちょっとハードルが高すぎるという感じですね。でアマゾンインド、まあ、これもね、えー、中国と似たような状況で、まだ、えー、実際に使って販売できる状況じゃないと。 日本。ねまあ、日本ってね、日本人はね、世界第2位から第3位へ落ちたばっかりで豊かな国だと、まあ、思ってる人が多いんですけど、まあ、実は世界輸送の余裕のある人が少ない市場であると。しかし、物は溢れてる。ね、だから、100円ショップとかね、ドラッグストアとかが安く大量に物を売ってるわけですね。これはもう、日本に物を売ろうとしたときには悪夢以外の何者でもないと。ただね、発想を変えて、 日本に住んでるんだから日本に仕入れて海外に売ろうとすればこれは楽園になると。で、売る場所は先ほど言ったね、オーストラリア、アメリカ、カナダです。で、日本で仕入れてオーストラリアに輸出するのが一番のおすすめです。アマゾンがオーストラリアでマーケットプレイスを開始しました。日本に住んでるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことがチャできるチャンスがやってきます。ここをクリックして オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。